どうも皆さんこんにちは、梅田信之と申します。ご視聴ありがとうございます。すいません、ちょっとね、皆さんを付き合わせてしまいましたが、なんだか分かりますか、あれ。ね、宇多田ヒカルさん、バッドモード、アルバムねリリースされました。めちゃめちゃいい曲ばっかりね収録されております。これね、似てません？一緒かな、またね、タイキングさんの時と同じ現象ですね。この同じ服一緒かなシリーズね、梅田服一緒かなシリーズ、ちょっとすいません、第2弾タイキングさんに続いて宇多田ヒカルさん、ちょっとねビッグな方すいません、大ファンの方ね、大変失礼しました。でも負けないぐらい僕も宇多田ヒカルさん大ファンなんで、リスペクト、いつも通りねこの言葉に逃げますがね、リスペクトでやらせていただきました。皆さんもねやってしまいでしょ、こういうことね。僕もやってしまいがちです。皆さんもやってしまいがちだと思いますが、すいません、リスペクトってことで、パーカー似てるかな、しかもセットアップね、奇跡的なね、色も一緒、どうかな、一緒かどうかは分からないけど、かなり近いもんがあると思います。はい、そういうことです。失礼しました、止めておきましょう、すいません。藤井海さんなんですが、いろいろ話題を呼んでます。まず合唱なんですが、泣いちゃったっていうね話ね、前の動画でも話しましたが、藤井海さんね、今赤いアーシャね、こういうね真っ赤なやつね、めちゃくちゃかっこいいんですが、やっぱりね、ああいう合唱、ああいうの見ると藤井風さん、あの人が世に放ったねもの、音楽もちろんそうですが、ああいうなんかこうムードね、人をああいう風にこう感動させる、母校の子供たちが歌う、そうするとなんかね、彼の優しさみたいなのが、まあ、あそこの、ね、ステージに彼がいなくても、なんか藤井さん、風さんがね、あの人が発するもの、世に放ったものっていうのが、なんかこう温かくて穏やかで、そして何か人をね、なんだか人をハッピーにする、人を癒す、そんなものを彼はね放っています、世にね。そういう部分、そういう大事な部分もね内包した彼、そしてかっこよさ、やっぱそういうのね見ると、やっぱ改めてね、藤井海さんの発信、これねやっぱね熱いものがあるし、やっぱ深いですよね、愛が深いなと改めてね感じます。合唱歌ってるのはすごい素敵っていうことではなくって、いろんなことをね感じる、そして、涙が出てくる、ね、これ見てくださってる方ね、そうなのって方たくさんいらっしゃると思います。あれね、全て内包している彼が本当に素敵だなって思います。はい、それからね、ちょっと改めて、ちょっとこの動画の中で言ってなかったんであれなんですが、藤井海さんデビュー2周年、本当におめでとうございます。いつもねたくさんの感動をいただいております。いろんな音楽ね聴かせていただいてます。元気をねいただいてます。癒しをいただいてます。本当に感謝したいなと思います。とね、ツイッターね、これね、彼がこういうこと言うともうって思うんですが、何がいつまで続くかなんて誰にもわからないんだから、2年続けられただけでも本当奇跡で、こういうね天才、しかも天才なのに人よりも何倍も努力してる方、努力の人がこういうこと言うと、もうって言うしかないんですよね、言葉がない、奇跡かな、まあ奇跡なんでしょうね。ね、頭が下がります、本当ね。でも本当ね、2周年おめでとうございます。まあこれからも日々ね、僕らは、藤井海さんの音楽とともに、ね、生きていくわけです。そしていつまでもね応援したいなと思います。そしてこういう場所でね、皆さんで共有共感できたらなと思っております。僕もね精一杯やれることやっていきますんで、どうかよろしくお願いいたします。これからもね本当楽しみですね。まずアルバムがあります、ツアーもあるでしょう。いろんなことが待ち遠しいです。楽しみにね待ちたいなと思います。最近キラリリミックス、これねリリースされましたが、聞きますよね皆さんね、今たくさんね聞いてる方いらっしゃると思うんですが、
まあ、今更ですがね、これアジアのこれからを担うアジアの方々、アジアのアーティストと、コラボして自分のキラリという楽曲をね、まあ、こうあの手を加えてもらって、リミックスってことで、一枚のアルバムにしているっていう作品なんですが、まあ、僕が思ったことですよ。これ藤井風さん側が発信した情報ではないです。これ僕の見解、僕の思ったことを今からねお話ししたいなと思うんですが、まあ、ちょっとこういうこと言ったらねまたあれなんですが、日本ね、ジャパンだけを取り上げると、やっぱりね今なんていうんですかね、沈みゆく船と言いましょうか、あまり良くないです。人口も減ってますね。人口を減ってるのを止めることは難しいでしょう、おそらくね。高齢化、若い人が少なくなっていってます。若い人が減っていくということは、発展しづらいですよね。でしょ、当然なんですが、まあ、それに比べてねアジア、特にインドとか、アフリカとかもねこれから来ると思うんですが、若い人が多い、人口の半分以上が若い人ってなってくると、これからですよね、発展していく。昔は日本はそうだった、日本はね昔はそうだったんですが、そうなってくるとねこうなります。ただですね、日本っていう、そうですね、まあ、ショッピングビルね、ファッションビルがあったとしたら、日本っていうお店はちょっと流行ってない今ね、流行ってないんだけど、これビル自体の売り上げは上がってます。アジアっていうねファッションビルは売り上げ上がってるんです。なので、藤井会さんね、おそらく、まあこれ別にね藤井会さんがそんなことね考えてやってたのかは分かりませんよ。ただいろんな方、いろんなスタッフの方、いろんな方と関わっていて、やっぱね世界へ発信っていうことが藤井会さんね目標としてあると思います。ただ、まあ日本、もちろんね日本のファンね彼はすごく大事にしてます。絶対日本のこの今までのねこのムードっていうのは変わらないと思います。この距離感、キープインタッチ、この、ね、気持ちは多分あの人変わらないと思うんですが、やっぱりこのアジアの人と、自分の楽曲を通して、関わっていくってことがやっぱね、ジャパニーズではなくエイジアン藤風っていうのをねやっぱね大事ですよね。アジアの、アーティストということで、アジア全体の括りで見ている部分もちょっとあるんじゃないかなと思います。僕らもそうですよね。日本っていうね、この狭い日本ってとこだけにフォーカス当てるとやっぱね沈みゆく船かもしれませんが、アジアの自分ね、アジアっていうくくりで見てですね、アジア全体で言うと上がってます、ものすごい勢いでね。なので、そういった意味でね、世界、まあ僕らが別に世界発信ね、世界進出するとかそういうことではないけど、やっぱそういうふうに見ていく、特に若い人、それから若い方の親世代はそういうのね知っとくとねいいと思うんですよね。日本はこうですよ、ただアジア全体で見たらこうですよ、だからアジアのあなた、ね、アジアの私っていうことで見る、一般のねこのアーティストじゃなくても一般の一つでもそうです。そういうふうに見ていくと見えてくるものが変わる、それから日本がね今どういう状況なのかっていうのも見えてくる、何をしたらいいのか、同じことするのでも、ね、どういう発信したらいいのか、どういうことを考えながらお仕事すればいいのかっていうことも、見えてくるんじゃないかなと思います。藤井風さんってねそういうちょっとしたところですが、まあ、それね発信するものにメッセージがね込められてるんじゃないかなと、世界進出第一歩としてアジアの藤井風、これね確立したいんじゃないかなと、まあ、したいというか、まあまあ、そういうね、そういう部分も一部内包してるんじゃないかなと思います。だからすごくね、画期的な、企画だったと思うし、いいですよね。キラリっていう曲もすごく名曲です。僕大好きなんで、ああやってね、リミックス。普通リミックスバージョンってあんまり聞けませんよね。楽しみ方がよくわからないんですが、やっぱさすがですね、藤井風さんの楽曲が素晴らしいんで、聞けますよね。あれキラリのリミックス、あんなリミックスバージョンを僕あんなにねたくさん聞いたの、ひょっとしたら生まれて初めてかもしれません。ね、そうですよね。リミックスバージョンのアルバムって
どうですかね、なかなか手にしないと思うんですが、ね、何のためらいもなくピッてね購入、これ本当ねすごい。やっぱり、藤井香彌さんの発信するもの、藤井香彌さんっていう方をね、まあ、愛してるってことじゃないかなと思うので、まあ、そういうことです。まあね、あのちょっと偉そうに喋りましたが、まあ、そういうところって今からねまたいろんなことが楽しみしかない、ね、ワクワクしかございません。まずはねアルバムの発売、まだねちょっと期間がございますが楽しみにしたいなと思います。はい、ということで、いつも本当にありがとうございます。再三ねお知らせさせていただいておりますが、グッズ、藤井香彌さんのグッズに関するコーディネート写真、何でもいいです。ご本人が写ってなくてもいいです。後ろ姿でもいいです。横姿でもいいです。マスクしたままでも全然構わないんで、なんかね皆さんからお写真を集めて一個の動画ね作りたいなと思います。なんか皆さんでね共感できるような動画一本作りたいと思ってます。2月いっぱいぐらいまでお写真ね、受け付けたいなと思います。ご協力いただける方はねコーディネート写真を、インスタグラムの DM からぜひね送っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。概要欄に貼ってますんでお願いします。ということで、ここまで見てくださってる方でチャンネル登録まだの方がもしいらっしゃいましたらぜひよろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。